はい、こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使赤いテルコ編やっていきましょう。時代はこれ6回目になりますね。テルコ編、北条家に、前回北条家に川越八王子を落として結構痛撃を与えたところで、徳川が動き出して一時停戦、そして徳川を一回破って今から神父に乗っかろうというところですね。乗っかりましょう。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、神父に乗っかってんのこれ。ただ神父城確か砦があるんだっけな。日本松義継ぐ、いいよ。そうですね、今回さすがに今回でラストですかね。明日からは明日からは革新か天下創生かやりますんで。兵士はまあちょっと兵増やしとくかな。かしこまりました。どっちやるか迷ってるんですけどね、革新と天道一択。違う、革新と、あとごめんなさい、あとね、天下創生、まあまあ順番にやっていきましょう。もう大使 PK の発売まで、革新天道天下創生あたりをちょっと回っていきましょうか。取り囲め。いいな、まさか志。おっと、あっさり死んだ。まあ革新はPK かなPK かな。僕もね、革新はね、無印でいいんじゃないかとは思うんですけど。おっと、富士吉田城、北条島さん65,700で乗っかってる。やりよる。徳川敗れたのか。明智橋場家の明智光秀、柴田は勝つ。ほう、大使 PK が出ちゃったらね、当分さすがに大使 PK のみになっちゃうんで、信長の野望は。この機会にね、革新とか天下創生とかやっときたい。バン・ダンウェモン。でも怖いのは飯直政と酒井忠次ぐらい。ただ、こっちが、あれ砦であったと思ったんだけど、どうやら、砦からずれてたか。この力お見せしましょう。ここは信行がおとりを務めますかね。ただまあ革新は僕どっちも結構楽しめたんで。ゲチオ、覚悟は良いか。ゲチオ、始めるぜ。雨の戦いになりそうですね。叩きのめせ。ゲチオ、さあ始めようか。恐れるな、続け。PK を買っても無印と PK は選べます、スチームの場合。これ神父城のここか。本来ここら辺に神父城があるんじゃ、あるんじゃなかったっけ。天下創生はね、正直天下創生はね、確かにあんまり配信向きじゃないんじゃないかなとは思ってます。はい、いい地形ですねこれ。ここにね、神父城があるんだよね本当は。策のある方がいるようです。崖を登ってきたところをね、撃退したいですね。始めるぞ。始めよ、ゲチよ。さあ行こうぜ。もうちょっと左翼に回り込むかな。始めるぞ。いや、そうでもないな。ご命令を。参るぞ。蒼天、そうそう、蒼天力もな。進まん。そうそう、蒼天力も。始めるぞ。覚悟せよ。蒼天力、そうだ、 PC 版でやり直そうかと思ってそのまま放置してた。敵の居所が分かりました。石川一正かな、あの目元は。
うん、石川っぽいですね。そして飯直政、あれ敵の大将飯直政だよね。こんなところに来てるんだ。ご命令を。覚悟せよ。覚悟しろ。始めるぞ。これは恐れるな。始めるぞ。こうするか。ゲチュ、始めよ。ゲチュ、覚悟せよ。崖を降りて。さあ始めようか。敵の居所が分かりましたな。うん、天下総裁なんでちょっとやってみないと分からんところあるの。あれあれで陣地優先してんのか。あー、じゃあ無視するか。うん、無視しよう。陣地行ってるなら奇襲だけして。覚悟しろ。恐れるな。あと2ターン。策がございます。覚悟は良いか。ゲチュ、覚悟せよ。お、もう出ました。おっと、突撃。あ、あれ時は今。力を合わせ。そのまま行くのかと思ったら突撃してきた。敵の居所が分かりましたな。放て。あー、やべ、結構痛い。策のある方がいるようです。参るぞ。始めるぞ。ご命令を。いざ進まん。覚悟しろ。我が主様、お聞きくだされ。敵を制すは。うん、無事。いやー、言うてね、あの前突とかもありますし、言うてね、結構ね前突負けするんですよね僕。覚悟は良いか。天下創生、僕そういえば大好きなんだけど、野戦がね結構ちょっとしんどいなっていうのが天下創生のイメージ。放て。今度は陣地に向かって行き始めた。なんやねん。始めるぞ。みんな進むのだ。我らが一致、見せてくれようぞ。ご命令を。ゲチよ、始めるぜ。ゲチよ。お、もう出番だ。敵の居所が分かりましたな。投げ払え。大使はね、PK になったらね、だいぶ野戦は苦労しそうな気がする。急が、松風。まあ言うて、なんだろう、ある程度勝ちパターンっぽいのは、勝ちパターンっぽいのは分かったような気がしなくもなくもなくもないんで。なんだろう、別動隊を裏に回り込まして、おとり挑発で大将一本連れして本陣突撃やるみたいな、あのやり方が鉄板な、いいパターンなのかなとはちょっと思ってます。はい。ゲチュ、覚悟せよ。敵の居所が分かりましたな。投げ払え。いい風だな。また出番ばらまいてるし。松風。ゲチュ、お、もう出番だ。覚悟せよ。ゲチュ、ゲチュ、立ちのめせ。ご命令を。始めるぞ。ゲチュ、始めるぞ。二部隊回想。一度引くぞ。今は引くぞ。でも実際の事前プレイの、あの序盤の方、その戦法でやってるうちは結構戦い ある程度安定してたような気がする。ただ被害に関しては、そのゲチュ、被害の有利不利に関しては結局互角ぐらいだったんで、あんまり敵の兵士数減らせないっちゃ減らせないんですよね。やっぱりそういう意味では、敵の殲滅を目指して、じっくり戦った方がいいのかもしれない。本当は、まあ、やってみて判断ですよね。まだまだ分からないことだらけで。放て。仕方ねえ、一旦引くか。そうですね、堀の ATM ね。あれはね、もう単純に上限を設けるか、もしくはこっちに比例する形にするか。そうですね、2月14日は大使 PK やります。ここでこっちで、はい、天下総裁は Steam で買えます。買えますよね。はい、
じけない。このまま神父落として、まだ来んの家康か。次はいや言うても1万か。これ蹴散らしましょう。あら忠世さんどうしたんすか。なんか大久保というと中心のイメージがあるんですけど、ただし長安除く。あら小松が来るのかな。ねえ大久保の、ね、忠世が寝返るとは。報告いたします。はい、1回目僕ね大使 PK 多分初日はあの関ヶ原大谷家のつもりです。まあただあの何だっけ大阪の陣の豊臣方とかも見たいと思いますし、あのなんかいろいろやりたいな、いろいろやりたいな、やりたい題名多いんですよ。大阪の陣の豊臣ももちろんやりたいし、あの地方モードのめちゃくちゃなところみたいなのもやってみたいし、あとその兄弟総国とか天文の乱とかあそこら辺でも面白い大名、面白いシチュエーションあるかもしれないし、大内定綱、槍の名人ですね。すまねえな。いや天下統一までやんないっす途中だ。いや言うどんなゲームだろうと、どんなゲームだろうと途中で絶対ねだれると思うんですよ。やっぱり一番まあこうずるい言い方をすると一番美味しいところだけつまみ食いです。はい、お覚悟願おう。あ家康が打って出てきた、追い返そう。榊原康政6、しかし北条氏政6万か。あら榊原勝つんだ、やりおるな。この城我らのものだ。さあここら辺で徳川とは壊しましょうかね。信濃まで行くとね確かに上杉を刺激するような気がする。あとちょっと守りにくいし、神父すら迷ったし、かしこまりました。報告いたします。先月の収支です。信州の信州のうどんって宝刀はどうなんだろう。宝刀はさすがにうどん扱いではないか。おおすごい足軽部隊だ。金銭収入かなり減るな。じゃあ早速仲間になっていただいた大久保忠世でも入れましょうかね。有能、うちの中では結構有能な部類。こういうね敵のね早めに寝返ってきたやつは優遇してあげたい。佐竹義久規制崩しいいですね。いやこれで OK で、一箇所ちょっと八王子あたりは修理して、あ大丈夫か、大丈夫っぽいですね。よしよし、ではテルコお姉さんは一回解散。これで停戦切れ待って北条ですね。金銭3000安い。関ヶ原一度も確かにやってみたい気はするけど、でかいからな勢力でかいからな。滅びるやつ寝返るな切る。なるほどね、小山田信重的な。先月の収支です。結構ね多分ね関ヶ原の石田家ってあの多分大阪の陣が史実化、あじゃなかった、関ヶ原の戦いが史実合戦じゃないですか。それをクリアするとねあとは結構楽勝なんじゃないかなっていう気がしてる。
まあでもその関ヶ原の私立イベントや私立合戦やってちょっと進めるくらいまでやるぐらいならありなんじゃないでしょうか。まああの皆さんが見たいものをなんかつまみ食いというか美味しいものだけバラバラ見ていくのもいいかもしれない。かしこまりました。まあとりあえず断言できるのは天下統一までやることはありません。大使 PK も長め報告いたします。これより表情を行う。ねさぬきもそば屋はありますよ。ただしすごい美味しくなかったイメージしかない。いい考えだ。かような策はいかがでしょうか。能登の畠山家ってなんかいい。いやーまあでもねやっぱりねせっかくの大使 PK なんで大使 PK でその武将が追加されてるとか何か大使 PK ならではの欲しいな。あの特典解放って地方統一モードですよね。地方統一モードなんであれですよ、あの前回ぐらいにも言いましたけどあれです、あのゲーム中編集でデータいじってもうクリア回数稼いちゃいますよ僕。そうか長島か。そういうこれはどうにもならんな。武将も置いてないしまあこれはしょうがない。せめてね上杉との同盟がなってればこう岐阜でも狙うんですけど上杉も怒ってるしな。あのね僕ねもともと滝川を乗っ取ったんで旧滝川領ですね。これはどうにもならん。報告いたします。上杉とはね仲良くしときたいな。信行が行くか。でまああっちはもう無視しましょう。ていうかまあ早めに一回講話出してみよう。取引を行いましょう。ありがとうございました。僕だからねあのねそばの話しますけどね、あの東京に来て一番驚いたのはそばがうまかったことです。蕎麦うめえって思いました。そういえばカズマスどこまだ北条家にいるんじゃないでしょうかね。報告いたします。米がちょっと厳しくなってるな。秋を待って講和して、もうこれはどうしようもない。まあいいや、8万4000もプラスされるし。あと秀吉がやけんでかいですね。こんなに大きくなる秀吉は珍しい。結構秀吉ってあんまり伸びないイメージあるんですよ大使だと。これより表情を行う。いい考えだ。その人僕あの領地保全プレイ初めてなんですけど結局やっぱり最後まで精鋭農兵出なかったですね。
シクロー村長。出ないもんですね。秀吉でかいな。これ細川も食われそうですね。で柴田が案外検討してる秀吉相手に安土まで落としてますしね。志果たせ。あら、岩城常隆死んじゃった。報告いたします。結構有能武将で上司任せてたんですけど、そういえば朝倉義景プレイやったことないですね僕。第二の今日誰か入れようか。佐竹義久でも入れるか。かしこまりました。佐竹義久は奇跡、貴重な奇跡崩しなんで。まあしかしあの対地 PK になったあの戦法の価値もガラリと変わるでしょうね。何がいいのかさっぱりわからない。常隆若人なんだ。よくわかるねそういうの。すぐさすがにね、その日立の常隆と常隆とかって言われてもね全然ピンとこなくて。うん、わなかいひがね、あの補佐の方ですよね。補佐のわなかいひが素晴らしいのは間違いないとして、先方が、まあ、あの秀吉とか信長はの範囲幕の固有でしたが、そういうのを使えない場合は何がいいのかっていうね。さあ秋になったんで北条が動くかな。あら、しまったな。名門以外は殺す。なるほど、悪くないですね。でもまあ僕がね その名門かどうか判断つかないっていうのはね。これで北条動くかな。さすがに ほう、柴田が上杉にかかり始めた。お、初コムもよろしくお願いします。さあ来たか。北条島さんやっぱり来ましたね。これは迎え撃ちましょう。我が領内に敵が迫っております。神父に来るのか。77,000、いいですね。大兵力導入してきましたね。いいよ、相手になりましょう。こっちもフルメンバーでいきましょう。大久保忠世がで、おば、一番遠いのは笠原か。太田正景、水野屋さん、真壁。僕ね、なんかね、今回のプレイね、真壁が好きなんですよ。なので、真壁連れてこう。確かに、伊達の南下もあり得る話ですね。真田信行が5000。いいでしょう。そして、メイン、騎馬でいきましょう。あ、と思ったら騎馬があんまりあれか。小畑が確か騎馬配備あるんでしたっけ。なかった。こっちか、こっちが騎馬配備か。大道寺正成の騎馬配備外して騎馬で、照子ばあちゃん、照子姉さんは騎馬外して、ダブル小畑を騎馬騎馬にしましょう。で照子姉さんは鉄砲にしましょうかね。では行きましょう。戦場上限少ないね。まあ言うて多分この後富士、吉田、小田原と行くつもりなんで。そういえば朝倉間の芝の家臣なんですよね、もともとは織田家と並ぶ。報告いたします。
表情を行う。こっちが先に到着でき、到着して防御が取れそうな雰囲気ですね。兵糧消費減少取っとくか。部隊士気上昇、兵糧士気減少、部隊移動速度上昇、いいですね。能力値60以下か。いやすいません、僕ね、だからなんだろう、理由が欲しいんですよ。シチュエーション的に許さ、シチュエーション的な何かがこうないと、ないと。上杉とさっさ、さっさか、快活が勝利。やっぱりね、僕この前も言いましたけど、あの縛りプレイの中でね、あの縛りプレイってやってると、縛りプレイの中での最高効率のプレイになるじゃないですか。それって縛り、それってどうなのって思っちゃうんですよ。防御が取れましたね。この力お見せしましょう。さあ、また真田の武器をおとりにして、ちょっとね、前回ね、飯直政こっちに来たんですよね。たまたまだとは思うんですが、ちょっと今回右翼に行ってみましょうか。今回右翼展開で、いやー、こうやってあの味方の移動をのんびり見れる合戦も無印までだなと思います。はい。ん、あー、左に来たか。まあいっか、この策で勝てるはずだぜ。そうそう、というわけでね、あの極力何々をしないぐらいが、僕はそれぐらいかなと思います。はい。お命令を始め。 PK はね、リアルタイム、まあ、あのデフォルトがリアルタイムなんで、とりあえずリアルタイムの方メインでやってみます。覚悟は良いか。まあまあ、また何かそのうち大内義孝様のように、なんかこうグッとくるシチュエーションが出てくると思うんで。ご命令を。お、もう出番か。敵の居所が分かりました。遭遇しましたね。そしておとり挑発。まずはウジテルか。鉄砲隊のウジテルを連れたのは行幸ですね。引っ張り込みましょう。まあ、なんだろう、キリシタン以外、あのキリシタン武将以外登用しないとか。でもそれって結構マイナー、すごい細かいところになると分かんないですしね。敵の居所が分かりましたな。放て。早い早い、崖を駆け下りてきましたね。海姫も来てる。まあ、この4部隊を包囲していただきましょうかね。あ、早速デバフばらまいてるし。策のある方がいるようです。策がございます。覚悟は良いか。ご命令を。始めるぞ。回り込んで、この策で勝てるはずだぜ。この策どう。あと1ターンか。策がございます。撃て。
テルコね、おっと至近距離から。テルコお姉さん声が若いな。PK でさすがにね、お尻出して突撃はね、システム上無理なんじゃないかな、さすがに。お、奇襲になりそうですね。これも奇襲にならないかな。奇跡崩しは今、力を合わせよ。あ、確かにプロット性を選択するとね、復活する可能性ありますね。お尻突撃。仕方ねえ、一旦引くか。切り込め。ね、なんでそんなに必死にケツアタックしてきたんですかね、無印は。あ、もう一部隊後ろから来てんのか。 U ターン。あ、というかこれか、というかもうこれ勝ってんのか。ほぼ勝ち確か。この一撃、全てをかける。この策で勝てるはずだぜ。敵の居所が分かりました。おっと、奇襲食らっちゃったか。一旦引こう。足軽隊、前へ。だからこれで勝った。ここは守るのです。軽い蹴散らしだった。我が武名、天下に示してみせる。腰なんかしろ。まあ、あの後ろを警戒しな、後ろを警戒しながら前進するっていうのがね。行くぞ。さあ、富士吉田城、耐久2500なんで強行で叩き落としましょう。報告いたします。テルコさんね、再婚してませんね。テルコ姉さんね、今んとこ候補はやっぱり刑事かなっていう気がしてます。はい、なんだかんだでね、ず、あ、川越に来てんのか。では東関東軍出しましょう。うん、ちょっと援軍出しましょう。あれ、道繋がってるのにな、なんでこういう変な出撃になるんだろう。八王子、38日後。ちょっと待って、27日後か。陣地は、ああ、あるか、砦あるんで、まあ大丈夫でしょう。でも10日間あったら落とされかねないんだよな。八王子はいっか。田村は諦めろ。ちょっと武将微妙ですけど、まあ刑事はね、ずっとね照子お姉さん支えてくれた人ですからね。もうこれはね、刑事もね、覚悟を決めてもらうしかないんじゃないでしょうか。出陣する。あ、戦場上限7000だったか。川越も狭いね。城を囲むぞ。強行。この戦、我らの勝ちだ。参るぞ。さあ、いよいよ小田原に乗り込みましょう。あんまりね、西を攻めると、あの徳川が余計なことしかねないんで、若干怖いんですが。葛西、
伊達だいぶ伸びてますね。あ、というか相馬滅ぶのかこれ。相馬家ね、何気に結構武将優秀なんですよね。おっと、アナザーが仲間になってる。確かに原哲夫バージョンならね、OK してくれそうな気がする。教養人、川越が着弾している。まあ大丈夫だと思うんだけど、さすがに間に合うだろう。深夜のテンションで、まあまだ、まだ0時、まだ深夜とは言えないな。いやー、甲状腺をやるとね、大使 PK がね楽しみだなと思うんですよね。大使 PK、 僕ね一番気になってるのは、あのガチガチの城をガッチガチに固めたらどれくらい粘れるかがね、試してみたかったね。フル改造した小田原とか結構真面目にどれくらい持つのかとかね。例えばあの大阪の陣の大阪の陣シナリオの大阪城とか徳川に囲まれたらどうなるのかとか。まあでもどんなに、そう、どんなに要塞化したって落ちるとは思うんですよ。ただそれが何日かかるか。お任せよ。モグラは防げないと思いますよ。防ぎようはないと思う。いやごめんなさい、結局自分が防衛側じゃないと分かんないけど、少なくとも作れる施設にあのモグラを防ぐみたいな施設はなかったんで。モグラが決まったら何日ぐらい短縮されたか確認しないのがね、ちょっとね。確かの稲葉山が強行で90日ぐらいかかるみたいな表記だったんですよね。あれモグラが決まった後にもう一回確認しとけばよかったな。行きます。そうですね、さすがにもうこれ、こっから先は完全に消耗戦になると思うんで、北条決定打与えて終了みたいな感じですかね。八家の陣、10面マイクで許していただきたい。ご命令始めるぞ。いやー、放送中にも言いましたけど、あの上杉謙信がね、その先方完破したっていうのがね、結構驚いた。でも結局放送中、その配信中に先方カンパされたことがないんで、他にもしかすると上杉固有かもしれないですね。上杉謙信別にそんな地望がすごい高いわけでもないしね。いや、もちろん高いんですけど。そうですね、このシリーズは今回で最終回だと思っております。明日からはね、さっきも言いましたけど、明日からは多分革新か天下創生か天道か、そのあたりを大使 PK の発売までゆっくり遊んでいこうと思います。敵が前頭してきたら僕は後ろに下がる派で、最近はもうあの一部隊捨てる派、一部隊捨てておとりにして、あとはみんな下がるみたいな感じにしてる。前突はね、前突さえ切れてしまえばみたいなところがあるんで。これ敵進出鬼没戦術か。我が策、ご覧くだされ。覚悟せ。これまたお尻出してるし。ご命令を。ご命令を。始めるぞ。これは奇襲くらいかねないな。向きを変えよう。始めるぞ。敵の居所知れました。僕もね、天下創生大好きなんですよ。大好きなんだけど、あんまり配信向きじゃないんじゃないかなとはうっすら思ってます。やりたい前ご命令を。僕ね、あのね、配信中ってあんまりね深く物事を考えられないんですよ。あんまり深く物事考えられないんで、結構ね、場当たり的に適当にプレイしてることが多いんですけど、
天下創生って内政ゆっくり考えて楽しむゲームじゃないですか。覚悟せよ。策がございます。太鼓叩いちゃう。貴様が望むはこの刃か貴様が望むはこの刃か、問いつつ太鼓を叩く。はい、配信で滅びまくったのは天道ですね。敵の居所知れました。ん、戦国無双15周年配信。戦国無双か。僕戦国無双ほとんどやらないからな。僕実はあの手のゲームはバサラ派なんですよ。始めるぞ、ゲチオ。始めるぞ。まああと酔うっていうのもあるんですけど。ご命令。覚悟せよ。アクトレイサーか。アクトレイサーか。僕ね、実はね、恥ずかしながらアクトレイサーやったことないんですよね。知れました。やりたい。前へ。放て。一度引くぞ。一応天下創生は再語りでやってみようかなと思ってます。はい。ガンダム層はね、2大好きだった。始めるぞ。バサラはね、すみません、勝家はね、あれバサラ4の勝家ですよね。しかもバサラは4で極端に4で評判を大きく下げましたからね。僕ね、あの武将に関してはね、元ネタが少しでもあるならどんなにむちゃくちゃに描いても気にしない派なんですよ。むしろそれを笑って楽しめる派なんですよ。我が作ご覧くだされ。我が作。あ、今回はこういう風に描いちゃったの、ガハハハみたいな。はい、ハーツオブアイアンはもうとっくに買っております。はい、でも今はちょっとね、しばらく妖怪はシビライゼーションの気分なんで、放てとか言ってるうちに勝った。我が部を持って我が名を示す。もともとね、三国無双とかねやってたんだけど、なんかね、そもそもね、あんまり酔わないがね、無双だと酔うんだけどバサラだと酔わないんだよ僕。こればかりはちょっとその体質の問題だからどうしようもないんですけど。手を打ちます。こいつ、いや、岩突き取るか。進め。あとはもうすみません、単純にあの仕事的な都合とかもあったりするんですが、はい、城を囲むぞ。強行しよう。歯向かう者に容赦はせぬぞ。ミジテルが来たか。酔う酔わないありますね。正直ね、三国無双酔うんですよ僕。使いの者が来たようです。カメラワークの癖とかもあるのかもな。立場の胸しげの雷切りがチェーンソーですね。あれも良かったですね。報告いたします。これより表情を行う。いい考えだ。もう特に方策ない、特にあんまり選べる方策ないんですけどね。おっと、大関といっても微妙か。かたじけない。ん、ウシテルとウジナオ。さすがに兵糧厳しくなってきましたね。ちょっと一回変えましょう。あれ、あ、僕金銭収入かなり少ないんだった。そういえば、あと金収入もない。落としたばかりのところ変えてなかったな。6100は蹴散らしましょう。これは余裕で蹴散らしましょう。1万減った。1万壊滅。狭いからか。
足軽解雇忘れてました。落としたところの確認が必要だった。あれ3人しかいなかった。3人かよ。これはもうね、全突でいいでしょう。我が力お見せしよう。たれ。お覚悟願おう。いざ決戦の地へ。いざ決戦の地へ。敵の居所知れました。逃しはせぬ。敵の居所知れました。あ、マミヤは確かにそこそこ優秀ですよね。北条はそこそこ優秀武将がどんどん増えてきてるイメージ。やりたい。おい。このまま引こう。やりたい。おい。あっという間に勝つ、あっという間に勝ちそうな雰囲気。回想。北条って昔の信長の頃、特に群雄伝とか風雲録あたりって、上杉の方がまだマシか。北条上杉あたりって武田に比べて相当弱かったですよね。武将が大名だけすごい強いみたいな。ちょっとね、城攻めが続くと思って僕兵多めに用意しちゃったんですよ。その結果米が覚悟なき者に負けはせぬ。行きます。この台落としちゃうか。耐久2500、やらか。出陣する。耐久2500系はね、速攻で。お覚悟願おう。打って出てきた北条氏政、問答無用。小田原陥落。ついに小田原陥落。これは北条崩れですね。完全に北条崩れですね。取り囲め。ああ、そういえば大使 PK の兵士が逃げてくってやつ、あれはいいなと思いました、正直。歯向かう者に容赦はせぬぞ。城を囲むぞ。今回たくさん来たな。果たせぬか。報告いたします。群雄伝、確かね、群雄伝の上杉って宇佐美貞光が優秀だったんですよね。宇佐美貞光が軍師級で、あとはもうろくでもない柿崎がせいぜいぐらいでしたよね。斎藤友信とかもすごい弱かったし。増収院行きましょう。無双はね、無双の女性武将の王者はね、そういえば初代戦国無双の時点でなんだっけ、オリジナルキャラクターのくのいちを出してたじゃないですか。あれもね、結構謎判断ですよね。赤字はあんまり良くない。ちょっとね、今足軽変えとけばよかった。北条家は宿敵ですからね。まあ北条一門また例によって皆殺しですかね。行きます。また元愛が切られてしまう。ね、その雪村のサポートでくのいち、そのよくわからない、あそこでくのいちっていうオリジナル女性キャラクターを出した理由が、それだったらサスケ、女の子のサスケ出した方がよくない？女の子のサスケで思い出した。昨日の決戦がすごい面白かった。決戦めっちゃ楽しかったっす。決戦いいゲームでしたね。僕びっくりしちゃった。
正直舐めてた。ゲチュ始めよ。僕ね、決戦2、いや何度も言ってますけど、決戦2と3はクリアしてたんですよ。で、初代決戦やったことなかったんですけど、なんだろう、あの決戦2、3よりね、あの力が入ってる感じがすごくした。敵の居所知れました。あ、初見さんもこんばんは、よろしくお願いします。そう、なんかね、ちゃんとその開発に気合が入ってる感じがした。まあ別に気合に入ってない作品っていうのは感じるわけじゃないんだけど、なんだろうね、すごい熱量のある作品だったな。道成の鎧はあれはもうエスカフ、きっとね、エスカフローね、オマージュなんでしょうがない。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ、ご命令。そして、ね、あの加藤清正と福島正則の握手がね、本当最高でした。敵の移動、あのムービー最高だった。攻めましょう。もうね、加藤福島のね、このなんだろう、涙ながらに友人同士が戦うのかなと思ったら、がっつり握手するっていうね。ご命令、覚悟せよ。ね、イフストーリーに力入ってるね、あの黒田官兵衛が播磨決戦を挑むっていう展開も良かったし、覚悟せよ、ご命令を始めるぞ。あとモーションも良かった。モーション、あの武将の一騎打ちのモーションとか、すごく好みでした。重みがあって、やりたい、はい、さあ、ゾーン周囲が囲まれてしまった。これはただ奇襲くらいそうなんで、後ろを見つけてやろう。アスパルボの陣雷、わかるわかるわかる。ただ陣雷は色が黒ですよね。ご覧ください、いやー、なんかね、 PS2 の頃の光栄はね、あのセンスがね、おかしいんですよ、独特すぎて。そしてそのね、光栄センスが大好き。始めるぞ。敵の居所知れました。やりたい、前へ。かわいい増殖員が回想。このままで、あ、そうそうそう、石田三成がやりで、僕びっくりしました、あれ。あ、イベントで石田三成もしかしてこれで死ぬのかなと思いましたよ。始めよ。いやー、決戦シリーズとかね、三国戦記シリーズとかね、 PS2 時代の声は面白かったな。またなんかああいう独特のシリーズ出してほしいですよね。最近なんかあんまり、最近そういうシリーズがちょっと欠けてるんじゃないですか。欠けてるんじゃないですか。なんかあったっけ。はい、PS2 のローンチタイトルです。いやー、ローンチタイトルだけあってすごい力が入ってた。本当、覚悟なき者に負けはせぬ。まあ初代決戦は多分結構売れたんじゃないかな。 2,3 と続いたわけだし。片付けない。多分まあ決戦シリーズはね、 2,3 と売り上げは下がってたとは思うんですけどね、最近はそのコラボ系の無双多いですよね。おっと、23,000、24,000。出陣する。取り囲め。25,000。チンギさん4から来た、ありがとうございます。チンギさん名作、今ね声に求められてるんだね、ほんとチンギさん5。お見せしよう。あのもう多分結構これね、最後の方の合戦なんで、最後まで使わなかった、これやりましょうか。大将先駆け、テルコお姉さん突撃。そうね、あの昔よりね、開発費
開発費すごい高くなってますからね。やっぱりあの企画会議をなかなか通らないと思う冒険作品は。オプーナとか、オプーナとかね、オプーナとか。よし行きましょう。人数少ない。いやいやいや、テルコ姉さんが突っ込むことで多分ね、敵はアビ教官の地獄絵図ですよこれ。いやいや、すいません、あの別にあの見たいやつから見ればいいですよ、最初から見なくったって。みんな進むのだ。行ってみましょう。あ、あれ、そこに突っ込む。分かった、みんなついてこう、みんなついてこう、みんなテルコ姉さんについてくんだ。始めるぞ。これ結構ガチで突っ込まないとまずいね、早掛けで。あ、ウィザラリーはね、ぜひ最初から見ていただきたいけど。早い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 。あれ、これもう着弾するんじゃね。着弾が早い。早い早い早い。信之と二人で。これ本陣切り込み、本陣切り込みに突っ込んでった。あー、本陣切り込みだ。容赦はせん。本陣切り込みで受け止められてしまった。策がございます。今こそ親友を決する時。みんな急いで、みんな急いで、結構マジで。覚悟せよ。これはでもどうにもならんな、急ぐしかないもんな。とにかく急げ。引っかかったな。容赦はせん。うわー、ガリガリけ、ガリガリだな。そういえばあの大使 PK の合戦ってあの委任できないのかなと思った。なんだっけ、つまりあの戦闘完全にお任せして、それをじあのぼーっと見るみたいな感じ、それができるんだったらいい、思う。それちょっとやりたいなと思った。あのニヤニヤ見ながらこううろうろ、ニヤニヤこう見たいんですよ、戦ってるの。ミニシャ一発たか始めちゃう。委任っていうとね、どうしてもあの日本マップの方で終わっちゃうんで、そうじゃなくてこの戦闘を委任したいな。行こうぜ。始めよ。ゲチよ。お、もう出番か。こっち行こう。覚悟せよ。信行がめっちゃ頑張ってる。大敵だぜ。敵の居所が分かりましたな。本陣切り込み隊をなんとか撃破できそう。先駆け終了まであと2ターン。よし。ええぞ。このまま。このまま。ああ、そっちじゃないんだよな。そっちじゃないんだよな。大将を狙おうよ、みんなちゃんと。覚悟は良いか。一応護衛隊は能力値上がってんのだよね。ね、CPU、そうそう、 CPU 対 CPU 見てみたいし、僕はねやっぱりその、カメラワークでそのかっこいい戦いをじろ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 見たい。おっと、撃ってる。あれ、前進しようとした、それを止めた。これだけかかれば十分か。これだけかかれば十分か。これはもう全員でしょ、全突でしょ。この策で勝てるはずだぜ。違うな。太鼓いいぞ。この一撃貴様にかわせまい。
太鼓を叩いて足止めして、この一撃全てをかける。覚悟せよ、ゲチを滝のめせ。魔力を感じて左下の巻き戻し強引、歌舞伎版勝ち切った。勝ち切れるもんですね。勝ち切れるもんだな。貴様らとは覚悟が違うのだ。これはね、このヤサ男もびっくりですね。というか、本陣先が大将が突っ込んできたからといって格別その大将を狙ったりとかそういうルーチンするわけじゃないんで、そのまま押し切ったって感じですかね。ロイヤルブラッド僕も大好きですよ。ですね、そうだ忘れてた。僕ね、初代ロイヤルブラッド大好きで2やってないんですよ。で2が面白いっていう話を聞いてロイヤルブラッド2を買って積んだままだった。ロイヤルブラッド2面白いらしいですね。報告いたします。ちょうど画面うお結構厳しくなってきた。画面見たんですけど、小勢力とかチンギスハンとかそこら辺系の独立戦争はね、あれスーパーファミコンとかですよね。は独立戦争は動画とかは見たことあるんですが、結構重苦しいゲームだなと思いました。承知いたしました。金銭1、ちょっとな、これどこが悪いんだこれ。はい、ゼルドアンシルトも大好きですよ。でもゼルドアンシルトはね、あれはね絶対配信は難しいゲームですね。かなり時間かかるゲームだった記憶が。承知いたしました。独自戦争 PC で出てるんですか。そうなんだ。あと強いて言えばエアマネジメントね。この城我らのものだ。かたじけない。行くぞ。出陣する。スーパーファミコンのエアマネジメントはすごい遊んだ。城を囲むぞ。あれ U ターンした。我が部の前に敵はおらぬ。あ、98であったんだ、知らなかった。これはお米の問題もあるし帰ろう。戻るぞ。報告いたします。マイナス16000。帰ったんでちょっと楽になるはず。素晴らしき案だ。これにて表情を終える。一つ考えがある。証券網羅。北条からのね和睦要請一回断っちゃったんですよね。これがラストの月ですかね。さあ、じゃあこれが最後ですかね。江戸城で北条氏政と最後の勝負で。江戸の戦い。向こうは結構な、あ、小太郎だ。お任せよ。エロゲーをやると僕がバンされるんでダメですよ。ダメですよ。あれ？あ、あった。大将先駆け。我が力お見せしよう。また我が力をお見せしましょう。というかよく考えたら別に大将先駆けやるんだったら別に前突でもいいような気がするなこれ。この戦お任せを。いやいや大将、いや大将先駆けの方がまだ融通きくのかな。護衛役基盤にしよう。
これ護衛役って防御力上がってんのかな。115が、あ、変わんない。護衛役ってなんでしょうね。これ防御力上がってるわけじゃないんだよね。不思議。恐れるな。遠からんもの音にも聞け。近く迷って目にも見よう。赤いテルコ水産です。あ、速度が上がるんだ。ありがとうございます。なるほど。あ、本当だ。今速度バフ入りましたね。策がございます。よし。あ、そっち行くんですか。あ、そうっすよね。すいません。しまった。始めよ。護衛する気なし。始めるぞ。ゲチよ。さあ。始めようか。信行は護衛する気はありません。一番近いやつに行くんだよね。こっちに行く、こっちに行くんだとも一瞬思っちゃった。続け。カブトマークの横。あ、ごめんなさい、これじゃないのか。敵の居所が分かりました。逃さ。一番やりはこの赤いテルコです。動きが止まってる。あ、これか。自動命令か。なるほど、自動命令があったんですね。じゃあ僕ね、大使 PK はね、結構自動命令使うかも。ちょこちょこと。さあ始めようか。まあ自動命令今まで知らなかった。この策で早掛け。やっぱりね、あの合戦シーンはね、ニヤニヤ見たいんですよ。ほらほら、結構知らない人多いじゃん。なんかね、こんな感じで戦ってるのを見たいんですよ。戦ってるのを見たいんだけど、リアルタイムだとそれができないのがね、不満だったんですよ。あ、これちょっと嬉しいな。別に極端な話、あの、まあでも全部自動命令っていうのもまたちょっと違うんだけど、宇治政が、これは宇治政をどうにかしたいぞ。覚悟せよ。命令してくれ。この策で勝てるはずだぜ。ずっと前からあったんだ、知らなかったな。正直知りませんでしたね。このなんだろう、ターン終了みたいなマークじゃないですか。これはいかん。刑事が助けに行こう。真壁も助けに行くか。覚悟せよ。お姉さん無理しすぎだよ、これ。幕とさせていただこう。やりたい。前。だが宇治政をうまく捕まえたぞ。やりたい。前。回り込めれば勝ちだな。覚悟せよ。奇跡寿司いいですね。我が力思い知るがよい。策がございます。長期タイトルはね、なるべく避けたいんですよ。まあ言うて長期タイトルになることはよくあるんですけど、今やってるオーガバトルとかもね、結構長くなりそうだし。ゲチ、さあ始めようか。宇治政、あっさり囲む、あっさり囲まれた。さあまたデバフをばらまく刑事。よっ、覚悟は良いか。覚悟はいいですよ。もういいや。一旦引こう。そしてテルコお姉さんがあちこち暴れまくってる。ウィザンドリーはね、確かにね、あのマーフィー、まあマーフィーズコースト修行やっちゃいましたからね。でマーフィーズコースト修行やらないともうどうにもならなかっただろうなと思います。ちなみに言うとウィザンドリーに関しては、ダイヤモンドの騎士とゲームボーイのウィザンドリーガイデン1を買ったんで、そのうちまたなんか、そのうちまたやるかもみたいな感じです。容赦はせん。理想はね、10回以内ですよね、やっぱり。
に示して10回以内くらいに終わるといいかなと思ってます。はい、あのテーマが短ければ別に 5,6 回とかでもいいんですよ。片付けない。さあ江戸城決戦を制しました。江戸城耐久7000もあったんだ。この戦我らの勝ちだ。さあ騎乗しましょう。城へ戻る。まあに外伝地とダイヤモンドの騎士、まさにまさにちょうどですね。もう北条あちこちに残党が、大地震、最後に大地震が来た。報告いたします。最後にね、照子さんはね、もう最後までずっと支えてくれた、最後までずっと支えてくれた。ここはね、49歳の刑事に VU99 まで上がっている。ここは刑事でしょう。照子しかいねえ。照子しかいねえ。30歳上。これであなた赤一門です。働き期待してますよ。悪いな。障害をかけて照子さんを思い出す。いやー、おめでとう、おめでとう、おめでとう。大団円じゃないですか。もうね、みんな幸せ。いやー、というわけで北条はもうほぼほぼ消滅、徳川にも勝ち、関東制覇ですね。いや、というわけでこれで、おめでたいエンディングということで、赤いテルコ編フィニッシュとしましょうか。いや、次はね、大使 PK ですね。大使はというわけでね、これからは2週間ばかり大使 PK の発売まで過去作をちょこ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 明日からやっていこうと思いますんで、明日からまた、ぜひよろしくお願いいたします。それでは一旦放送閉じてギレンの野望のはしごに入ろうと思いますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いいたします。では失礼します。お疲れ様でした。